はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。肌の再生医療という、熱傷治療で用いられる培養皮膚を用いた、肌の再生医療を20年間やってきて思ったことなどを、動画にしております。今日はですね、前回、民間美容療法を一刀両断するっていう動画を撮ったんですけども、その続編というかですね、ネット上で見つけた動画に対してちょっとコメントしたいなと思ってます。ネット上で私が見つけた動画というのはですね、美容部員の誰々さんに学んだ美容の裏技というような動画なんですけれども、これショートなんですけれども、内容がえぐいんですね。鼻の黒ずみを取るために粗塩と蜂蜜を1対1で混ぜ合わせてしっかり塗り込むスクラブするっていう内容なんですけれども、こんなこと絶対真似しないでくださいね。前の動画でも言ったんですけど、これ悪意がある動画ですので、オレオレ詐欺とかフィッシングメールとかフィッシングサイトとか、そのぐらい悪意があって人を貶めるような動画になってます。で、一定数この動画を信じて試しちゃってる人がいるんですよね、きっとね。多分それでこう皮膚トラブルを起こして、皮膚科に駆け込む。どうしたんだこんなこと、砂糖と蜂蜜塗ったんです、なんでそんなことをしたんだ、動画に拡散されてるんです、もうそれも200万回近く拡散されてるんですみたいな感じで、医者はびっくり仰天みたいな、そういうシーンが多分繰り広げられているんですね。で、なぜこの動画を私が取り上げたかというと、これ悪意がある動画だから見ちゃダメよっていうよりも、すごくほっとしたので取り上げてます。で、これ恐ろしい動画だなって、粗塩と蜂蜜を練って1対1で練って、鼻の黒ずみのブラックヘッドに対する治療法みたいなやつで拡散してるんですけれども、コメント欄がですね、結構冷静で、あ、日本人って結構やっぱり良心があるんだな。で、ほとんどのコメントがですね、やっぱりこんな動画はアップしちゃダメよ、こんな動画を信じちゃう人ある一定数いるんだからやめてねとか、私美容部員なんですけど、こんなことを美容部員という形で書いたこと自体で美容部員 の地位がすごく貶められる、恥ずかしめられるのでやめてほしいとかですね、やっぱりその心に刺さったのが、ある一定数はこれに引っかかってやっちゃって大変なことになってるんだから本当にやめてね、こういう動画を流すのは本当にやめてねっていう、そのコメントが多かったので、私も同じ意見です。今日はですね、本当に危険な美容情報っていうのが拡散しているので注意が必要です。ただし、ほとんどの人っていうのはやっぱり、理性を持って良心を持って知性を持って対処してるんだなっていうことが嬉しく感じたので、動画にしてみました。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。この救いはやっぱりコメントだよね。そうですね、そこを見て、うわ、セーフって、セーフって感じだね。でもなんか見ずに、コメント欄まで見ずにそのまんまスクロールしていっちゃって、この情報だけがいるんだろうね、一定数ね、入る方もやっぱりいると思うんで、やっぱり去年の7月ぐらいにですね、このチャンネルのブラックヘッドを取り上げていると思うんですけど、それがですね、6万回か7万回ぐらい実は再生が、地道に回っていてですね、やっぱそこの、今すぐやっぱり何とかしたいっていう方々が多分、そうなんだよね、これね、やっぱね、人の弱みにつけ込むっていうのがやっぱりちょっと許せないかな。でもほとんどの人はやっぱり理性的に良心的に対応してる。私もこう LINE の乗っ取られたことがあるんですよ、だいぶ前に。で、私の後輩ですっごいいいやつがいるのね、すっごいいいやつで私のことを慕ってくれてる、男性なんだけど、もう顔がもう恵比寿さんみたいな善人の顔なのね。で、俺の LINE が乗っ取られて、そいつが乗っ取られた LINE にスクラッチの Apple Pay みたいなカード、あれを5万円ぐらい送っちゃったらしいんだよね。帰ってきて、北条先生、私のところにApple Pay のスクラッチして送れなんて言ってないですよねって来たから、そんなこと言ってないよって、ですよねって、それで途切れたんだけど、そういう善良なやつを貶めるようなものって
ってすごく腹が立ったの、その、うん、なんていうかね、その LINE の乗っ取りよりも、はい、で同じようにこれもやっぱり一定数騙されちゃう人っていうのはすごく優しい人だと思うんだよね。そうですね、うん、まあ、あとは真剣に多分そこに対して悩んでるからこそ、うん、陥っちゃうんだよね。だからそういう人をターゲットにするのってなんか嫌だなと思ってたんだけど、コメント欄でみんながこう荒れてるっていうのかな、なんだよね、こうこんなの信じちゃダメよ、みんな信じちゃダメよっていうコメントばっかりなので、まあ人間も捨てたもんじゃないかなっていう感じで今日は動画にしてみました。はい、ありがとうございます。